皆さんこんにちは。奈良市の取り組みやイベントを楽しく伝える奈良市ニュースです。まずは最初のニュースです。外国人観光客をサポート、 QR コードによる多言語観光案内をスタートしました。急増する外国人観光客の受け入れに対応するため設置した QR コードによる多言語観光案内システムへのアクセスが今年の4月5月の2ヶ月間でなんと2万2000アクセスを突破しました。今回は海外からお越しのお客様にスムーズに観光していただけるように本年度より運用を開始した QR コードによる多言語観光案内についてご紹介します。この QR コードは海外のお客様が多くお越しになる奈良公園や奈良町の観光案内看板、お寺や神社の境内など奈良市内の500カ所で利用することができます。内容も世界遺産などの観光情報のほか、奈良市特有の鹿への注意など83種類の情報を設置した場所に合わせて表示する内容を変えています。もちろん日本語にも対応しておりますので、このコードを奈良の街で見つけられたらぜひ読み取ってみてください。リオデジャネイロオリンピックに出場する奈良市出身の選手をみんなで応援、奈良市役所でパブリックビューイングを開催します。今回初めてオリンピックの女子マラソンに出場する奈良市出身の伊藤舞選手、奈良市立平城東中学校出身で高校卒業まで奈良市で過ごしました。リオデジャネイロオリンピックの女子マラソンに出場する奈良市出身の伊藤舞選手を応援するため奈良市役所で初めてパブリックビューイングを開催します。当日はテレビ局による会場の中継も入る予定です。奈良市からエールを送りましょう。8月14日午後9時スタート。申し込みは不要。当日直接奈良市役所にお越しください。みんなで伊藤舞選手を応援しましょう。頑張れ日本。8月11日のなら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  TV では、ふるさと納税お礼の品、そして高校生と作る演劇を特集します。毎週木曜日に奈良テレビで放送しているなら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  TV、 8月11日の放送では新しく追加されたふるさと納税お礼の品をご紹介します。奈良市の上村牧場の牛乳や大和抹茶、ことかなどを使用した和ジェラート、その開発の裏側に迫ります。また東アジア文化都市2016奈良市の舞台芸術部門、高校生と作る演劇のワークショップの様子をご紹介します。12月の上演に向けて高校生たちが動き出しました。ぜひご覧ください。以上、奈良市ニュースでした。奈良市では8月5日から14日まで奈良東海を開催します。ぜひ奈良市外にお住まいの方にもご案内ください。来週もお楽しみに。奈良市では SNS での情報発信に取り組んでいます。 Facebook、Twitter、YouTube などで最新情報をお届けしています。ぜひシェアやリツイートなどご協力をお願いします。